皆さん、どうもよろしく、たらましてるほんとに言うけど、本日も、ポケットモンスター、バイオレット、ミドルの仮面編、やっていこうと思います。頂上らへんにいいんじゃねえかな、なんてもう。分かってしまうのがな。分かってしまうのがな、なんでやろうっていうもう、考え方、セレブな人の考え方。分かってしまうのがどうしてこうなるかって。ちょっとそれは思ってしまう。ああいう上とかにいるんじゃねえのって俺は思ってるんだが。いなかった時の、ちょっと、ね。そうなった時はどうやるなって思う。あかんか。おう、気づいてなかった。この上だよな、ちょっとな。そんな気しかしないんだが。どうなんでしょうね。ん？どうした？なんか止まんのやめてもらって。怖いって。それ一番怖いんだってば。いるんじゃねって、いない！あ、だが、これくれはいた。ただこれくれはいたよ。なら上から降りていたどっかにいる、可能性。にかけて、ちょっと上の方、行ってみるか。まずこういうところ、セットしといて。あ、違うか。いたら乗るからな。ちょっとこれは。二つの、あれが乗るからな。いた。ちゃうな。あ、コダックだ。色似てっから間違えそうになった、今。コダックの色とさ、ビューティオトニアのさ、セレブの服の、色合いが似てるからさ。マジかってなって。ないな。どうした？あ、赤ドックに当たってた。どっかわからん。これ調べた方が早い。マリアあれ、たーい、危ない。実際わからずにやっていくからさ。そこらへん。見てたの、うちらのところらへんやから。こっち全然見てないのよね。あ、これ見方がいいわ、と思って。あ、なんかいなくね、あそこ。気のせいか。でも、こっちだとは思ったんよ。なんでか知らんけど。いないなぁ。こんなとこにおらんやろ。おるか。います？このあたりっぽい。もしやあの先か。なんかそんな気した。いるかな。いないんだが。は？はぁなってる。
ちの上からなら。わからんよ。見たけどわからぬよ。っていうお話よ。本当によ。おらんよな。やばい、わからん。来すぎてんのかな。もうちょい戻ったところにいそうやね。うん。からもうちょい戻ったところ、いたー！ちょっと、邪魔すぎる。ポケモンが邪魔すぎる。いたーってなった。おお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 、ミュータスクキー、白銀の世界よ。最高に、おっつ、邪魔すねー。コアラ。そうだね。ニャちゃんが用意してくれたこの服を着ていればんばだろ。そもそもへっちゃらあったかいよ。最高級の生地を使ってる最高級のブランドものを邪魔すからね。それがぬっこいの。めっちゃ薄着やんでも。大丈夫なん。もはやこの服を生地に整えしてる人がかわいそうだよ。いやいや、逆にビリオトリアの方がかわいそうだ。かわいそうだわ。俺、こっちから見たらさ。登山用の服あるんですけどって。あら、お約束の庶民の方。本当だ。あれは間違いなくお約束の庶民だね。だねだね。ネアちゃん、見てよ。庶民の服の生地の薄さを。いや。それ、ブーメランです。ブーメランですが何か。まあ、なんてペラペラな生地なんだんしょ。ねえ、ビリオ、庶民は寒さに強いのかしら？わからない。わからないけど、庶民の間ではわかりがないことを、ところが寒いと言うらしいよ。全然ちゃうし、だから寒さには慣れてるのかな。なわけあるか。ビリオ、あなたって、本当に博識で、ゴールデンニア賞を受賞さます。マジか。やったー。いや、おい、ビリオよ、それでいいのか。困ってる趣味には手を差し伸べる。それが私たちセレブの務め。こちらの城を差し上げるから真似ろ。頑張って寒さをしのぐざますよ。でかい金の玉10個、あざーっす。あざーっす。いいざますか？庶民の方。手が冷たい人は心が温かい。そんなのはマジで迷信ざます。そのことを決して忘れてはいけないざますよ。おう。それは迷信なのは知ってるけどね。もともとね。それを信じ込んでる人はどうかなと思う。いろんな意味で。一方的にこう頭の中ので決めつけてそっちに行ってるわけやから、それは危ないかなと思う。さすがにやちゃん、だんだん金言が適当になっていく。まあ、確かに適当やった。金言ちゃうもんな、もうこれも。さて、ビリオ、私たちの休暇もそろそろ終わり。ラストの締めくくりに、パルディアの地方のど真ん中を見下ろしに行きたいざます。ヒュー、すごい場所でも上から見下ろす。ニアちゃんセレブの鏡だね。だね、だね。大場の中は入れないかも、右だけど。一応リーグに進出しておくね。マジか。大穴の中？大穴の外角のところにいるんが、なら。入れないかもだけど、とか言ってたしな。こういうところ探して回るか。